こんにちは、ライムです。はい、ということで今回の動画はスーパー遅くなりましたけど、ドリームセレクション装備召喚 D 覚醒2023年2月開催、2月開催とはいえもはや3月なんだけどね。2月の27日から、3月の12日、今週の日曜までだね、の期間で、開催されているドリームセレクションの新たに追加された新規装備の解説ということでやっていきたいなと思います。ただし今回、ラインナップがですね、いつもの、ドリームセレクションのようにですね、300日分ぐらいの、ラインナップが一気に追加されたので、莫大な数なんだよね。膨大な数になっちゃってて、90種類ぐらいかな、今回新たに追加されたものが。なので一つの動画でやると単純計算で言っても途方もない、時間、2時間ぐらいは余裕で優に超えてしまうので、ちょっと分けます。さすがに分けようかなと思うんで、3つ、1つの動画30個ぐらいの、ペースで3つに分けようと思うんで、とりあえず今回上1つ目ということで、上中下でいこうかなと思います。はい、今回 FF5 までだね、だからね。はい、ということで、早速ですが今回新たに追加された装備いきましょう。まず光の戦士、覚醒クロスオーバー、まあちょっとね端的に進めていこうかなと思うんですが、光の戦士についてはいい点で言うと、防御魔防精神デバフがねモード2で、ついているので、属性ダンジョンでも非常に活躍が期待できる。今後の生属性弱点のエデン、あともう残すところエデンも3つしか、属性残されていない中で、3月ね、今月に関しては闇属性弱点のエデンが出るんで、おそらく早くて来月に実装されるんで、そっちでね、使える可能性が非常に高いです。なのでちょっと生属性物理薄いなと感じてる方は、光の戦士の、D 格全然ありなんじゃないかと。で、一方でこれ防御魔防精神デバフだけではなくですね、1シリーズでも使っていくことができる。で、1シリーズだとどうなるかというと、2ターン自身の原価突破レベル1アップと2ターンフェイタルダメージアップということで自己バフがついてくれるんで、まあこれらもねまだ、未実装ではあるんですけど、クリスタルダンジョンの FF1 で、使えるのかなというところで、まあそれらも含めてですね、1と、生属性の手持ちちょっと薄いなという方はね、持ってて損はない D 学になってるんじゃないかなと思います。はい、でまあその他究極主義だったり、第2シンクロとかとの併用でも強かったりするし、第2覚醒と併用した場合は確定4回攻撃になるということにもなります。はい、で次ガーランドの D 覚ですが、正直ガーランドはまあ D 覚が云々というよりは、まあ D 覚ももちろんそうだけど、まあその他必殺技についても、まあとにかく平凡、なんか突出していい点が他のキャラよりもあったりするわけでもないので、わざわざドリセレで選ぶようなキャラではないです。普通に他ね、ガーランド以外に優秀な闇属性のキャラなんて腐るほどいるんで、そっちを選びましょう。なのでいりません。で次がセーラだね。セーラ、はい、セーラさんについては、まあ、基本的にはシリーズ用のキャラになっちゃうかな。ヒーラーなので、正直普通の属性ダンジョンとかで言えば、誰かしらね、なんか特定の一体一人がいればそれで済んでしまうので、正直そんなになんかセーラーの出番が多いかと言われるとそうでもないです。で D 学の内容自体もそこまで優れた内容ではない、本当にシリーズに特化したヒーラーになってんのかな。これが、2回発動するたびに味方に光の戦士をガーランドが入れると味方全体の待機時間一旦短縮するよという効果内容になってるんで、この辺がまあ今後のクリスタルダンジョンの1でね、使えていくんじゃないかなっていうことぐらいかな。なので現状で、ね、本当に FF1 のダンジョン、ハリウだったりとかね、あとそれからラビダン挑んでてどうしても回復間に合わないって人は、まあ考える余地はあるのかなっていう気がするんですけど、現状の装備で全然間に合うから、別に超絶でも間に合うし最悪なので、わざわざ交換する優先度は激烈に低いと思います。はい、そしてメイヤは、
もう皆さん知ってる方は知ってると思います。僕も使ってみた動画とか、攻略動画でいろんなね、動画で出ているキャラで、もう水魔法界のトップアタッカーと言って差し支えないでしょう。こちらの方は ATB 短縮のねシンクロと併用でもうゲームクリアです。水属性弱点と FF1 シリーズのダンジョンについてはとにかくメイヤーとこのね D 角シンクロ一緒にゲットしてあげれば OK で、なおかつ召喚師対応でもあるんで、天命のねクリスタルダンジョンの天命召喚師でも使っていけるところが、まあ、ポイントとしてあります。しかもこの D 角強いんだよね。モードにも強かったりして、自身の水属性アビリティの打撃時間3ターンなし、3ターン限界突破レベル1アップっていうことで D 角の中でも強い方。ちょっとメイヤーやりすぎじゃないっていう気がする。まあ FF1 自体が、ちょっとねシリーズとしても不遇なところもあったりするので、まあ、そういったところでの配慮というか手こ入れっていうところはもちろんあるんでしょうけど、ちょっとやりすぎなんじゃないかなっていう感じはします。とにかく水属性の魔法キャラで迷ったらメイヤー交換しておいて損はないでしょう。そしてシーフ、これまたまあもともと超不人気キャラではあるんですが、不人気キャラだからこその手こ入れされた、キャラですね。これ不人気キャラ界の中では一番最初に手こ入れされたような、キャラなんじゃないかなと思ってて、でまあシンクロとか覚醒とかも強いんですけど、この D 角何ができるかというと、モード2で一定時間味方全体のクリティカル率 100% にするっていうね、まあ今では結構増えてきたけどかなり強いよね。でしかもシーフに関しては毒属性、これまたキャラの数が相当少ないところだよね。キャラが薄い毒属性にも対応してて、かつ1シリーズ、1シリーズもそんなに皆さんね、ガチャ回してるわけではないと思うので、不人気シリーズだからね、なんて言ったって、キャラ揃ってないと思うんで、この2つの薄いシリーズと属性に対応できるっていうのが、まあ、かなり高ポイント。で、どちらもかなり強い、くっ使っていけるということになってるんで、まあシーフは持ってて損はないかな。他の必殺技と合わせてね、ゲットすることをおすすめします。そしてフリオニール、はい、こちらフリオニールはね、いろいろ、まあこれ今回第1 D 角かな、この後第2 D 角とかもまあ実装されてるんですけど、まだドリステには入っておりません。で今回この第1 D 角は氷属性まといのもので、まあフリオニールはおそらく3属性まとえる中でも一番氷属性運用が強いんじゃないかなと思っているので、はい、あれ不良に言うと3属性だよね、あれ3属性だよね、合ってるよね、そうだよね、あと静属性と炎属性か。なんでまあ一応使おうと思えば、この D 角打った後、氷属性 D 角打った後に他のね属性の炎だったり、静属性のシンクロ打って戦っていくみたいなことも全然できるんだけど、まあ、この氷属性 D 角については普通に氷属性シンクロと併用して使っていくパターンが一番強いんじゃないかなっていう気がしますね。はい。で、モード2の効果は自己バフです。これ、まあ、あれだね、特にシリーズダンジョンとか、そういったところ、あと、天命侍も今後控えているので、侍は来そうだよね、ジョブダンジョンで考えるとね。普通にデッキとしてジョブとして、侍とナイトとかあたりはあるんで、多分今後出てくることを考えると、FF2 と、それから天命侍要員としてフリオニールは持ってて損なさそうだなという気がします。はい。で、あとはレオンハルト、こいつもまあガーランドと同じような印象ですかね。あの2シリーズの物理編成の時にワンチャン、まあ、使い道あるかなっていうぐらい、まあ、フルバフがついていたりとかですね、こちらの3ターン全属性バフができたりとか、こういったものがあるんで、使っても2シリーズの物理、普通の属性ダンジョンだったら他のキャラ使った方が全然楽だよというところなので、まあ、逆に言えばもう2シリーズの手持ちもねある程度揃ってしまっているのであれば、わざわざレオンハルトも使う必要ないのかなというところで、優先度はかなり低め、不遇ですね。はい。でゴードン、こちらまあ、バッファー多数、まあ、イカタクもできるよというキャラになってるんですが、属性ダンジョンとかで考えてしまうと、普通に他のキャラ使った方が
強いよねっていう評価で、もうクリ率アップとかもねできるんだけど、炎地属性氷属性をまとってるキャラのみっていうね条件が狭い。その他の、6属性に関してはまあクリ率バフはね付与できないっていう時点で、それだったらじゃあクイナでいいよねとかサッズでいいよねとかっていう風になってしまうので狭いかな。まあドリセルでわざわざ交換するのであればクイナやらサッズを選んだ方がいいんじゃないかというところで、まあ使い道はありません。で次はレイラーの水だね。水属性の方が今回第二D 格が実装されました。レイラーは水運用より個人的には毒属性運用の方が強いんじゃないかなと思うんですけど、まあこれまた皆さんの手持ち次第にもなってくる。レイラーは結構珍しいタイプで、水属性と毒属性の星7チェーン両方持ってるキャラなんだよね。なんでチェーン役をレイラーに指定してる方、使ってる方は D 格、まあ持ってて損はないし、むしろ持っておきたい水チェーンを使ってるなら。はい、まあそれぐらいかな。逆にレイラーを水チェーンとしても別に使ってませんみたいな人であれば他のキャラでも全然いいんで、わざわざレイラーを選ぶ必要は特になさそうかなっていう感じだね。そのどっちかにすごく、振られるかなと思いますね。はい、で次がヨーゼフ。こちらが2のフルバッファーかな、フルバフキャラとして、使っていけます。でなおかつヨーゼフのね、いい点で言うとこれ味方全体のクリティカル率を上げることができると。で3段階目になるとクリ率 100% 付与できるので、属性ダンジョンに限らずですね、シリーズダンジョンでもバッファーとして使っていける。あと天命文句だね、天命文句にしても味方全体にクリバフ付与して戦っていくことができるということで、まあ非常にバッファーとして優れてるキャラなので、これはまあ持ってて損はないかなと思います。これもまたもちろん皆さんのね手持ち次第になるし、2でも別に他のキャラでフルバフできるキャラいればそれでいいと思うしね、あと天命文句についても他でクリバフできるキャラいればそっちでいいと思うしというところで、まあ、皆さんねこの説明聞いてピンときた方は、ヨーゼフゲットしても全然いいんじゃないかなと思います。はい、そしてヒルダ。まあこれヒルダに関してはまあほとんどあれだね、さっきのセイラと同じような感想、てかヒーラー 全般的に同じ感想なんだけど、基本シリーズダンジョンぐらいしか使い道がなかったりします。ただヒルダの場合にはウララと同じくですね、銀融指針アビリティが使えて、あと踊り子アビリティも使えるヒーラーで、歌って踊れるヒーラーなんだよね。まあアビが結構優秀なんだけど、結局ウララと別に差別化できるポイントが特にないっていうね、ほぼない。魔法バリアがとかね、あと軽減バリアかぐらいとか、そういったものが貼れるよっていうぐらいで、別にじゃあウララでいいよねって、ウララはクリダメアップ持ってるからね、大体の場合ウララでいいよねってなってしまうので、まあうん、いらんよねはい、ということで3いきます。3に関してはこれ第一覚醒ですね、アルクーの。はい、こちらアルクーの第一覚醒については通撃回数1回です。その代わり毎回追撃でこれが出る、敵単体に自身のステータスで種別が変わる3回連続の精水召喚魔法白魔法攻撃、短時間敵単体の精水耐性1段階ダウン、さらに2回発動するたびに敵単体の防御魔法精神デバフ。まあこれをどう思うかってとこだね。みんな人によってはすごく価値がある内容かもしれませんが、人によってはまあ別に他のキャラでできるからいらんかなみたいな感想にもなってくるし、これが例えばまあ高難度のねエデンとかでフェーズ2とフェーズ3でやってくるような敵に対してこれうまいことね使ってあげれば30秒切りも狙えたりとかね、そういった立ち回りができると思います。まあ別にね30秒切りも狙ってません、属性デバフだったら他のキャラでできてますみたいな人であれば途端に価値がなくなるので、まあ、その辺も含めてですね、皆さんの手持ちプレイスタイルで、まあ、選んでいくといいんじゃないかなと思います。まあアルクに関してはこの間ね実装された第二 D 格もね全然強いんで、そっちの第二 D 格持ってるよって人は別にいらないんじゃないかなっていう気もします。はい、そしてイングズ。まあこれまたイングズについては星7チェーン持ってるんだけどね、星7チェーンを持っているんで
そのイングズの価値については星7チェインを使うかどうかによって変わってくるかな。もうなんか全ての必殺技が別に平凡なんだよね。特別なんか超強いとかね、ぶっ壊れとかって言ってる人は今まで一人も聞いたことがないのね。まあ少なくともそれが答えだし、実際イングズパーティーに入れてる人なんでここ数年見たことない気がするマジで。僕もね、なんかのタイミングでイングズの D 角当たったんですけど、 D 角使ってみた動画そういえば出してない気がするね。うん、D 角当たったけど一度も使ったことないです。まあそんな感じですね。まあ本当地物理だったら他にも強いキャラたくさんいるからね、わざわざドリセレでイングズ狙う人いないでしょっていう感じですか。はい。で、お次がオニオンナイトの物理だね。物理オニオンナイトの D 角、これがですね、直近で言うとこの間の天命忍者で僕も使っていましたけど、そこでなんか久しぶりに脚光を浴びたというか、天命忍者のおかげで評価が上がったというかって感じですね。まあとはいえね、天命忍者については消去法でほとんど選択肢がない中の玉ねぎの D 角だったので、属性ダンジョンとかで選択肢が他にありまくる状況であったらわざわざ玉ねぎ使わないよねっていう。基本玉ねぎの物理って弱いんだよね。4属性使えるからっていう汎用性を取っているので、専門のキャラと比べると性能的には弱く設定されてるんだよね。なので一応だから利点としてはこの4属性対応できる汎用性かなぐらいです。あと天命忍者で使えるよっていうぐらいなので、他のこの玉ねぎが対応してる属性すべてもうそれなりに揃ってるよっていう方は間違いなくいらないでしょうし、あと天命忍者で苦戦してるかどうかだね。もちろん玉ねぎはもう必ず必須とも言えませんので、その辺で考えるといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、基本玉ねぎはもう今魔法キャラっていう感じかな。で今回そんな玉ねぎに、まあ、炎魔法の D 角も実装されてます。これがね強い、こっちは強い。玉ねぎも、魔法とはいえ4属性対応できるんですけど、その4属性の中でも一番強いのが炎属性運用なんじゃないかなって個人的には思ってて、この D 角自体はまず味方全体に魔力と魔防アップでバフが付与できて、でまあモードにはともかくとしてですね、このシンクロとか究極神技だねと併用した場合がおそらくまあ炎魔法界の中でも割と強めになってくんじゃないかなっていう気がするんですけど、ただ炎魔法界も強キャラいっぱいいるので、他にもねルビカンテであったりとかパパリモとかね、まあその他もろもろいっぱいいたりするんで、結局その辺の手持ちの兼ね合いになってくんのかなというところで、ちょうどぽっかり炎魔法パーの席一つ空いてるよ、アタッカーの席空いてるよっていう人であれば、こちらの玉ねぎのね、D 角ゲットするのもあり、あと FF3 のね、ダンジョンとかも考えてゲットしようとかっていうのも全然ありだと思いますね。はい、まあ FF3 のシリーズで考えるのであれば、正直アルクの水デバフと合わせてね、玉ねぎも水運用した方が火力はおそらく出ると思うんですけどね。はい、まあそれはちょっと難しい話だね。これが炎 D 角で、まあ炎 D 角だからといってさっきと同じようにですね、これも黒魔法覚醒だから使えるんだよね。この D 角打った後に水シンクロとかのっていうね運用方法も全然ありだけどね、やろうと思えば。はい、そして今回暗闇の雲の D 角も実装されました。暗闇の雲についてはこの D 角がどうのうんぬんというよりは、暗闇の雲自体をチェーン役として採用してるかどうかでだいぶ変わってくると思う。結局チェーン役ってそういう運命だから、チェーン役で採用してるんだったら D 角欲しいよねってなるけど、まあ、チェーン役としてももう別に使ってません。でなおかつ暗闇の雲の特徴として防御魔防精神デバフができるんだよね。防御魔防精神デバフも他のキャラでやってますっていう人であれば、うん、じゃあいらないかなってなると思う。はい、まあだからチェーン役として考えればね全然強いんだけどね。じゃあ闇属性デバフどうするのっていうと、闇属性に関しては常闇の烙印があるわけですから、 D 角使ってあげれば1ターンでね3発
なので2ターンで3段階いけるのか、一定時間は3段階デバフできるので、そう考えるとかなりいいよね、いい格持ってるとね。はい、まあ、そんな感じで暗闇の雲をね、まあこれからチェインとして使いたい、この D 格とチェインゲットして使っていきたいって人も、まあ、全然いると思うんで、全然ありだと思います。私もね、闇属性魔法パワー、暗闇の雲はチェイン役として運用してるんでいいと思います。はい、そして次方ですね、カインの第 2D 格が実装されました。カインの第 2D 格はまあまあ第一 D 格でいいわ。なんでかっていうと、これ限界突破レベル2アップなんですよ。ここまで見るとおって思うんですけど、このモード1の効果ね、竜騎士アビリティ使用時にもう1回放つ、オッケー、お疲れって感じなんだよね。もうこれはもう第一 D 格で完全にいいでしょう。わざわざ、こっちを使う意味は特にありません。はい、そして、ローザ、ローザに関しても、まあ、先ほどまでのヒーラーと同じでですね、シリーズダンジョンしか使い道ありません。しかも、ローザに至ってもですね、別に超絶だけで間に合います、回復タイミング間違えなければ。でもちょっと不安だなっていう方は D 格じゃなくてもただの覚醒でもいい、別に選べる D 格はアタッカー選んで、どうしても回復足りなかったら選べる覚醒の方でローザの覚醒もらうとかの方が全然いいと思う。身も蓋もないけどね、選べる D 格の話してんのに。まあうん、そんな感じですね。優先度はめちゃくちゃ低いです、どうしても勝てない人向けだね。はい、あとギルバートの D 格、まあ、ギルバートの D 格とかもまあそうなんだけど、基本的にですね、まあギルバート自体がバッファーとしてはちょっと中途半端っていうか物足りないというか、速度に特化した、まあ、バッファーっていうのかな感じなんですよね。まあもちろんクリバフもできないわけではないんだけど、銀融詩人アビリティでせいぜい 50% アップまでしかできなかったりとか、してしまうので、そう考えるとちょっと物理でもね、火力としては微妙かなっていう感じもあるし、じゃあ魔法パとしてはどうなのっていうと、普通の魔力バフとかね、待機時間短縮とかそういったことはアレグロとかもあるし、あと聖闇もできるから、短縮自体はすごく特化できるんだけど、ヘッドシーのね、魔法攻撃ダメージアップとか、モグのね魔法攻撃ダメージアップ特大とか、そういったものがないので、じゃあそっちでいいよねってなってしまいがちです。で、まあドリセレもね、選ぶほどやってる方であれば、もうケットシーとかモグとか取ってる方多いと思うんで、そこであえてギルバート取るかなって言われると取らないよね、そっちで間に合っちゃうだもんっていうところを考えると、まあほとんど趣味ですね、本当に。あ、まあ、ただ、まあ趣味、まあ趣味は本当趣味なんだけど、オート編成とかの時にギルバートは結構使いやすかった。はい、まあ、やっぱ銀融詩人アビリティなんで、要はクリバフがねずっと持続するんですよ、半永久的に、半永久的にクリ率 50% で戦えるので、クイナみたいなシンクロの15秒間だけじゃなくて45秒とかでも対応できるんだよね、まあ、50% ですけど、はい、まあ、そういった使い道で言ったら、まあ、バハムート霊式とかね、ああいったダンジョンもオート編成でクリアできるんだよね、ギルバート入れると。であとこの D 格も一応ね回復できたりとか、若干ねこの軽減バリアショート HP 自動回復1000もあって、これがあるかないかでバハムート霊式のフェーズ3の安定度が違うからねみたいな、感じで、オート編成の時は助かったよと、まあ、誰が真似すんだよっていう感じはするけどね。はい、そして、次ヤンです。ヤンはまあ僕の使ってみた動画とか、あと FF4 シリーズの攻略動画とか見てもらえればね、もうそれで強さはどんなもんなのかもうお分かりの通りだと思う。めちゃくちゃ強い、正直 FF4 の中でも屈指の強さなんじゃないかなと思うんですが、これアーシュラとセットした時にね本気出せます。で、いい点で言うと、シリーズダンジョンでしか使えないんじゃないかって思う方結構いると思うんですけど、実はそうじゃないんだよね。ヤンとアーシュラは地属性の文句っていうところがあるので、地属性パーティーでも入れることができる。しかもヤンとアーシュラ2人だから結構使いやすい、2人だったら組み込みやすいよね、チェイン役1人に、あとヤンとアーシュラアタッカー2人いればっていう感じにもなるし、であと
文句ね、店名の文句でもヤンとアーシュラーのセットで使っていけるっていうところがでかい。でヤンとアーシュラー2人いればクリバフも揃ってる、物理攻撃の待機時間短縮も揃ってる、まあその他フルバフとかそういったものも揃ってるみたいなところで、もう三軸のダッジョン全部いけるから、ある意味そう考えると意外とコスパは良かったりする。2人の装備揃えばだって三軸のダンジョンいけちゃうわけだから、かなりコスパいいよね。実はなんか2人の装備集めるの大変だから使ってませんとかって人いるけど、逆に2人の装備さえ揃えてしまえば3ついけんだよっていう、意外といいんだよこいつら、しかもめちゃめちゃ強いし、ちゃんと強いしということで私はね結構おすすめしたいと思う。でこのヤンの D 角自体、あのデュアルシフトした時にフルバフついてます。デュアルシフトしたタイミングなんで、だいぶタイミングも自分のね、あの好きなタイミングでやりやすいっていうところもあったりしますね。うん、準備 しながらフェーズ3を待って、フェーズ3になった直後にデュアルシフト、デュアルシフトはもちろん待機なしでいけるからねっていう使い方したりしてあげると、だいぶね使い勝手は良かったりします。でアーシュラの D 角も入ってるんですが、まあこれもねさっきのヤンと、性能解説自体は一緒なので、まあ割愛ということにさせていただきますが、であと今回追加されたテラの D 角、覚醒グランドアストロン、はい、なんかアストロンって聞くとなんかドラクエ思い出すけどね、どうしてもね、あの自分を石化させる珍しい魔法だよね。それ珍しいね、アストロンってね、自分に対して石化させる魔法ってね珍しいよね。全然関係ない話になっちゃったはい。でテラに関しても人気と強さが反比例してるかのようなキャラですね。不遇、キャラ自体は不遇でしたけど、この FFRK の性能自体で見ると、まあ、とてつもなく強くて、実は地属性魔法界トップクラスのアタッカーということになっております。まあなんせ専用アビリティが風神とかと同じようにですね、魔法分子がくっついているおかげで、最近のとてつもなく敵が硬い環境でも1人だけ 39,999 出したりとか、そういったゲートもできるんで、あの強式4とかマジで神ですマジで神状態になるんで、そう考えるとガシガシね、強式割って味方のダメージ底上げして殴っていくみたいなこともできるんで、相対的に味方全体の火力も上げるっていう考え方もできる。はい。でまあシンクロ併用とかも強いんですけど、やっぱり専用アビリティを生かすのであれば究極神技とかね覚醒併用で、まあ、ガシガシ専用アビ魔法無視を打っていくっていう立ち回りの方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。で覚醒も2つ出てるんですけど、どっちも強かったりします。で D 覚醒のモード2についても味方全体の待機なし、あと短時間自身の持続性攻撃力2段階アップとかついてるんで、まあ、とどめのタイミングとかでね、味方が LBOF とか新奥義とか打ちますみたいな、その前にこういうの打ってあげるとだいぶね動きやすい、30秒切りも狙っていけるんじゃないかなっていう感じです。はい。で次エッジ、はい、エッジについては昔は結構ね人気あったキャラだと思うんですけど、最近ちょっと鳴りを潜めたかなと。あまりも敵が硬すぎてちょっとエッジ火力が伸びにくく伸び悩んできたかなっていうイメージがあります。まあ三属性キャラっていう汎用性をね、求めた、キャラクターになってるんで、専門のやっぱ属性アタッカーにはどうしてもね、見劣りしてしまいます。水で言えばやっぱもうね、どう考えてもティーダには勝てないし、炎属性で言えばどう考えてもロックには勝てないし、雷属性ではどう考えてもキングには勝てないしみたいな、ところで、まあ八方塞がりみたいなところなんですけど、この間実装された天命忍者でついにエッジが大復活ついに俺の出番はここだぜと、もうエッジといえば忍者だぜというところで、まあ天命忍者ほぼ専用みたいなキャラにもなってきてるかなっていう感じはしますね。あと美課金の方、まあ、ドリセレやるで買うほどかって言われてちょっとあれなんだけど、うん、まあ、うん、手持ちでねこの三属性ちょうど薄かった天命忍者はまだ勝てませんって人は、まあ、狙う価値もあるんじゃないかなっていう気がしますね。はい。で、次はセオドア、エクスカリバー、カイ。
セオドアについてはチェイン役として使ってるかどうかかな。そこで話が変わってくると思う。チェイン役として使ってる方であれば、まあぜひね、ゲットしたい D 角でもある。ただチェイン役として使ってなくてもこの D 角のいいところで言うと、これ防御魔防精神デバフついてるんですよ。これ意外と知らなかった方いるかもしれませんけど、防御魔防精神デバフついてて自身のクリーティス3ターン 100% 待機なし、意外と強い自己バフもあるしみたいな。しかも4シリーズで使った場合にもフルバフが発動してくれるっていう、普通に強いマジかって思うよね。セオドは結構意外なところで優遇されてたりとかするので、まあ4シリーズに限らずですね、生属性ダンジョンでちょっと苦戦してるよっていう方は選択肢としては全然あり。でさらに生属性チェーンも使えるからね、そう考えるとチェーン役としては問題ない動きができる。ただデバフが一切できませんので、生属性デバフとかね、他のキャラで生属性デバフをしてあげてっていう動きになるかな。でセオドア自身もシンクロが結構強かったりとかもするんで、そういったものと含めて戦っていくといいんじゃないかと思います。セオドアはまあ生属性パーティーであれば結構おすすめ度は高いかな。はい、で5いきます。ガラフの D 角。まあ、ガラフもチェーン役であるので、ガラフも自分のパーティーでチェーン役として運用してるかどうかで変わってくると思う。例えば、グラディオをチェーン役にしてるとか、あとはマキナをねチェーン役として使ってますみたいな人だと優先度ガクッと下がるんで、その上でわざわざね、マキナとグラディオいてガラフ入れるかって言われると多分入れないからね。それだったら他のガイとか、ドリセルで取った方が圧倒的に強いので、うん、まあその辺は皆さんの手持ちによって変わってくるかなと思う。であと、今回の5のねドリセル、この後出てくる暁の4戦士の D 角全部入ってるんだけど、暁の4戦士運用をしたい方、する予定がある方はガラフの D 角は取っておきましょう、ぜひね。はい、で、そしてギルガメッシュの第一 D 角、はい、これちょっとねアルクーの第一 D 角と似たようなものになってて、追撃回数1回なんだよね。その代わり毎回追撃が出るっていうパターンで、その追撃の内容というのが短時間敵単体の炎属性耐性1段階ダウン、自身が追撃3回発動すれば時間味方全体の炎属性バフ1段階というもので、まあちょっと使い道がないかなという、その1回ごとに短時間のデバフ1段階だから間に合わない、デバフが全くデバフファーとしては当てにならないので、それだったらもう普通にもう2回放つの第 2D 角の方が強いんじゃないかと。まだまあドリセルには入ってないけどね、の方が強いので、まあわざわざこっち取るメリットがほとんどないかなっていう気がします。はい、で次バッツの炎属性の D 角、あごめん数開いちゃった、こっちだ、ソウルリベラレーター、はい、炎の目覚めですが、こちらバッツの炎属性運用どうかっていうところなんだけど、バッツは多分4属性ある中でも炎属性運用が一番強いと思うんだよね、きっとシンクロが強いから。うん、まあ使ってみた動画も過去にアップしてるんで、ちょっとバッツの炎シンクロどんなだっけって思った方はぜひねそっちもらっていただけるといいんじゃないかなと思うんですけど、あの攻撃回数がめちゃめちゃ増えます。なおかつ、炎属性攻撃力バフもついていてみたいな感じなので、シンクロの中でも結構強い方、あのあれか ATB 短縮じゃないタイプのシンクロの中ではトップクラスって感じかな、バッツの炎シンクロ。うん、なんで、この炎属性の D 角と一緒に炎属性のシンクロも一緒にゲットしてほしいなと思います。もちろんドリセルにはもうとっくに入ってるんで、ぜひね、狙ってみてほしいなと思います。そしてさっき言った暁の4戦士ドルガン、まあ、この辺ドルガンとゼザーと、まあ、ケルガー、あ、まあケルガーは普通に使えるけど、まあドルガンゼザーか、ドルガンゼザーあたりに関してはこのもう
内容がですね、暁の4戦士がいるかどうかのバフになってしまっているので、使い道としてはマジで暁の4戦士以外ないと思っていいと思います。基本的に、まあ、ドルガンこの間の新ガチャでですね、防御魔防精神デバフとか獲得したんで、そっちのガチャ回してる方は属性ダンジョンとかでもね連れていけるけど、そうじゃない方は基本的に暁の4戦士、揃えないといけないっていうハードルが出てきますので、その辺も含めてですね、狙っていくといいんじゃないかなと思います。はい。でゼザに関しても同じ、もうドルガン、ゼザとか暁の4戦士の装備全員揃えたらもう5のダンジョンはゲームクリアになるんで、その時点でもうそれぐらいだと思っていいぐらい、遊戯王でいうとエグゾディアみたいなもんで、もう FF5 でこれ以上のパーティーないから、暁の4戦士とあとレナ入れとけば OK だからみたいなぐらいの強さになるし、であとこの間のガチャでもね、あの防御魔防精神デバフが実装されたおかげで属性ダンジョンでも暁の4戦士で突っ込んでいけます。そういった意味ではちょっと汎用性上がったかなっていう気がしますね。まあこの間のガチャ引いてるかどうかにもよって話は変わってくるんだけど、まあまあまあ少なくとも5のシリーズダンジョン、今後出てくるであろうクリスタルダンジョンについても暁の4戦士が揃ってればもう何も不安に思うことはありません。30秒切りも余裕だろうしって感じですね。はい。で、ケルガーですね。ケルガーに関しては暁の4戦士の中ではまあ、ガラフとケルガーかな。ガラフとケルガーは属性ダンジョンでも普通に使っていける性能あります。まあ、ガラフはチェーン役っていう側面がありつつで、ケルガーについては単純に地属性キャラとして強いっていうところが、まあ、一番のメリットかな。何が強いかって言われるともちろんシンクロだね。 ATB3 回なしになるっていうシンクロ持ちなので、まあそれがもう正義、ジタンと同じタイプなんだからね。要はジタンの地属性版みたいな感覚で使っていけるので、まあ、あらゆる属性ダンジョンに対応できる、あらゆるというかあらゆる地属性弱点のダンジョンに対応できるということになっていくので、はい。まあ地属性薄い方はケルガーを選択するのも全然ありですよということで、はい。ということでここまでね30個お話ししてきましたが、やっぱ長いなこれでもだいぶペース上げて話してきたんですけど、とりあえずなんか今回やっぱりラインナップ相当強くなった、ほぼ全キャラ分の D 格実装されてる感じがあるんで、まあ、選びたい放題だよね。これまでいろいろね高難度ダンジョンで詰まってたって方も今回のドリセレで一気にクリアできるようになったって人も増えるんじゃないかなと思いますね。はい。でまあ今回語らなかった D 格についてもね、この後、ゲッ中で残り2つの動画でやっていく予定だし、さらに、過去動画でもね、昔の D 覚醒すべて解説してるんで、他の D 覚気になってる方はそっちのね解説動画とか、あと使ってみた動画とかもねぜひ見てみてください。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。